まずスタートですが、白井さん、はい、ややふわっとしたスタートだったんですが、エフカネイは好スタートでしたね。そうですね、はい、行くのを分かってたというほどやっぱり、スタートが良すぎたので、はい、どうかなと思ってたんですけど、前半やはりかかり気味で、はい、この坂をどういうふうに行くかなと思ったんですけど、ね、ここは明らかにかかってますよね。かかって口割ってますからね、はいはい、しかも隣の馬が逃げたい馬、猫大将がいました、はい、そしてやや縦長の展開となって、まあ、人気を一角だったマジェスティーハーツが最後方という展開です。この辺りはまだ外を回っていますので馬が行きたがってます。そうですね、やはり首が左右に動いてますもんね、はい、あれはまだここでも首が左右に動いて、行くな行くなというような指示を与えてますね、はい、これ手綱は短く持ってかなり抑えようという意味があるんですね。このゴール過ぎてから、ゴール板過ぎてからですね、はい、少し折り合いがつきましたね。このあと猫大将を前に置く形になりました。これで変わったんでしょうか。そうですね、はい、この辺りで、はい、だんだん落ち着いてきましたね、はい、逃げたのがバンデで、外の白い帽子が猫大将、その後ろが勝ったエピファネイアです。まあ、かなりこう下が水分を含んでいる中で縦長の展開、どうでしょうね、他の馬にとってはエピファネイアが前にいるレースというのはこれまであまり経験なかったかと思います。そうですね、はい、やはり本命馬が前におるということになると、ええ、それなりにペースが速くなるんですけどね。どうしてもなりますよね、ええ、はい、その中で前2頭を行かせて2周目に入りました。もうすっかり落ち着いてますよ ね、本当に 1,2 コーナー回ったところで、はい、馬が折り合いついてましたね、はいはい、2着に入ったサトノノブレスは今オレンジの帽子14番が見えます。内ラチ沿いから徐々に上がってきました。さあ、そして2周目の坂にかかってきます。この辺りの走りっぷりというのはどうなんでしょうか。そうですね、もう本当に馬なりで、はい、馬任せで、ええ、あとはもう他の馬が追いかけてくるというところですね、はいはい。まあ、2番手だった猫大将がここで馬群に沈んで、はい、ただバンデがよく粘ってるんですよね。そうですね、やはりこの血統の同じ血統の馬が一時は来るかななんて思ったんですけどね、はい。まあ、外国サンバ、バンデが粘るところでエピファネイア、ここが並んできます。もうここはゴーサインですか。まだですか。まだしてませんね。まだしてませんか、はい、どのあたりでしょう。この過ぎてからですね、はい、あ、今動きました、ね、この後の伸びというのはもう春、皆さんがご存知。そうですね、エピファネイアの伸びです。この最後の、まあ、末足を引き出したというのは、あの1周目のうまく並べられたこと。そうですね、もうアコだけをという感じで乗ってましたね、はい、はい。